こんにちは。今回のテーマは保守担当のシステムエンジニアに求められるスキルとキャリアプランについてです。この動画ではこちらの3つについて解説します。この動画が参考になったらチャンネル登録とグッドボタン、通知登録を忘れずに。はじめに保守担当の仕事内容を解説します。保守担当の仕事内容は大きく分けてこちらの2つです。保守の担当1つ目は運用です。運用の目的はシステムを安定稼働させることです。保守担当はシステムの状況を毎日監視し、不具合がないか確認します。不具合が見つかれば顧客に報告したり、ユーザーにお知らせを出したりします。具体的には監視ソフトウェアを用いた自動監視を行ったり、システムが出力したログをチェックしたりします。夜間時に作業することもあるため、体力と集中力が求められます。二つ目は保守です。保守の目的はトラブルを解決することです。運用が毎日の決められた作業なのに対し、保守は緊急時の対応を指します。保守担当はシステムが停止した場合や、障害発生時に原因を探ります。トラブルの原因が判明したら、プログラムの修正を開発担当者に依頼します。予想外の事態でも冷静に対処できる対応力が求められます。以上が保守担当の仕事内容です。続いて保守担当に必要なスキルを解説します。保守担当に必要なスキルはこちらの5つです。1つ目はコミュニケーション能力です。保守担当はトラブルの原因を探りますが、トラブルの修正は自分ではやらず開発担当者などに依頼します。開発担当者などとうまく連携するにはコミュニケーション能力が必要です。障害の原因や細かい状況を素早く伝えるためにもコミュニケーション能力を鍛えると良いでしょう。2つ目は対応力です。予期しない障害が発生した場合にも冷静に対処する能力が求められます。障害の対処パターンをいくつか押さえておき、どんな場合でも対応できるように準備しておくのが大切です。3つ目はシステムに関する理解です。既存システムがどうやって動いているのか理解する必要があります。使用書やマニュアルをよく読み、システムの実際の動きを把握しないといけません。システムの理解が不足していると、障害の原因を突き止めることができません。4つ目は、インフラ関連の知識です。インフラの構築や設計は、インフラエンジニアの仕事ですが、保守担当もサーバーやネットワークの監視などを行うため、インフラに関する最低限の理解は必要です。インフラに関する理解があることで、不具合がどの箇所にあるのか、原因を早く突き止められます。OS やネットワークに関連する知識、ハードウェアのスペックに対する知識など、幅広く知っておくことが重要です。5つ目は体力です。保守担当は24時間交代制の勤務になることが多く、夜勤があることもあります。生活リズムが不規則になるため、体力面の負担が大きくなるでしょう。そういった状況でもミスをせず、確認作業を行うには集中力を持続できるだけの体力が必要です。以上が保守担当に必要なスキル5つです。続いてキャリアの選択肢を解説します。保守担当のシステムエンジニアのキャリアの選択肢は主にこちらの3つが考えられます。1つ目は開発担当者です。運用や保守の仕事をこなすことでシステムの中身について詳しくなると、開発担当者にキャリアアップする道が見えてきます。ただし開発担当者は一からシステム開発を行う必要があるため、プログラミング言語に対する深い理解やシステムの設計を行う能力が求められます。そのため保守担当の仕事を行うだけでなく、システム開発について独学もする必要があるでしょう。2つ目はインフラエンジニアです。保守担当はネットワークやサーバーの状態を監視することが多いため、インフラ関連の知識も身につきます。インフラ関連の知識を高めれば、インフラエンジニアにキャリアアップできるでしょう。インフラエンジニアはインフラ管理だけでなく、プロジェクトを開始するときにサービスの起用に合ったインフラを考えるなど、設計を行う能力も求められます。3つ目は IT コンサルタントです。 IT コンサルタントとは、顧客から企業課題をヒアリングし、課題を解決するためのシステムを提案するというシステム開発の上流工程にあたる仕事です。運用・保守の仕事を行った経験をもとに、コミュニケーション能力を磨き、コンサルタントとして活躍することも可能です。ネットワークやサーバーの知識が豊富なら、顧客に的確にアドバイスできるでしょう。
この動画が皆さんのお役に立てれば幸いです。この動画が参考になったと思ったら、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。プログラミングでわからないことや質問・疑問があれば、ぜひコメントで教えてくださいね。これからもわかりやすい動画をどんどん配信するので、通知登録をして最新の動画を見逃さないようにしてくださいね。ではまた次回の動画でお会いしましょう。